の？誰？イラストって？ウィンター。え？お姉さんの？ウィンター！お姉様、いらしてくださったのね。あ、ご訪問歓迎いたします。ビーコンか、本当に久しぶり。以前と変わった空気が。秋になったし、ちょっと涼しいのかな。今日はどんなご用ですの？極秘です。あ、ですわね。じゃあいつまでこちらに？それも極秘ですわよね。そうなんだ、いいと思います。多分ここは最高の場所です。ビーコンアカデミーってアトラスと随分感じが違いますのよ。ベイルもですわ。政府と学校が独立してるなんて信じられません。この王国の官僚主義なら十分承知しています。訪問の目的ではない。はい、ご無礼を。身内が惨めに敗北するのを見に来たわけではありません。ですがその点はやむを得ないようです。でも勝ちましたわ。あれを勝利だというのは未熟者だけ。少なくとも3回は攻撃を外していました。下がって。息災でした。はい、最高ですわ。よく聞いてくださいました。実技の成績はトップクラスです。他の成績も上々ですのよ。お黙りなさい、愚か者。成績のことなど尋ねていませんよ。息災だったかと聞いたの。食事はとってて、趣味は作りました？友達はできましたか？友達のルビーですわ。愚か者。なるほどね。手紙に書いてたチームリーダーの？文面によるととにかく冴えない子だとか。どうもよろしくルビーローズ。妹とお近づきになってくださって感謝しています。はいですよね。光栄でございますです、お姉様。これから将軍や学長と会う予定です。ただ早く着きましたし、あなたの部屋を見たいわ。本当ですの？ええ、所定の水準に達してるかどうか直接見極めたいの。わかりました。2段ベッドですけど、ちょっと不安定に見えるだけですの。2段ベッド。また後で。お二人とも後ほどお目にかかりましょう。楽しみにしてます。楽しみにしてますです。お前に言ってんだ、アイスクイーン。止まれ。何なんですの？誰にそんな口を聞いてるかお分かり。お前じゃない。ちょっと。お前だ。派手な飛行船が飛んできたからな。乗ってるだろうと思った。私は逃げも隠れもしない。そのようだね。分かってる？あなたはアトラス軍の資産を破壊したの。おう、悪かったな。勘違いしてた。こいつはてっきりマシンのガラクタかと。幼稚なお遊びに付き合ってる暇はないの、クロ。知り合いですの？ったく、アトラスのエリートは自分はエリートだと思ってやがる。実際エリートです。お前の正体を教えてやる。権力に寝返ったやつ、お前のボスと同じだ。さっきから何を言いたいのかよくわからないけど、ごたくはもうたくさんです。そりゃこっちのセリフだ。アイアンウッドがとうとうオズピに盾てついたらしいな。オズピ？ワイス、もう行きなさい。え？お姉ちゃんの言うこと聞け。守ってもらえよ。アトラス軍が市民を守ってください、いい加減黙りなさい。出ないと私がその下を切り落とす。そうか、いいだろう。やってみろよ。ったの？どこかのゴロツキがお姉様に襲いかかりましたの。やだ、誰がそんなひどい。うおー、クロウおじさんじゃん。はい、やっつけちゃえ、クロウおじさん。しつけてやるのですよ、お姉様。君は一体何をしているんだ。彼が言いがかりをつけました。そりゃ違うだろう。先に手を出してきたな、そっちだ。それは事実か？それはそうとして、一体何しに来たんだ。あんたの方こそここで何してる。おい、そこまでだ諸君。アミティコロシアムでもうすぐ正式なバトルが始まる。そろそろ席に座ったらどうだ。ポップコーンも忘れずに。皆さん行きなさい。あとは私たちに任せて。行こうか。クロウ、話がある。いいかな。まずいことになっちまった。学校の中庭に大穴開けたし。ああ、そうだな。また後でな。あのおじにしてこの子ありですわ。ウィンターが負けたから怒ってんの。100歩譲って引き分けですわ。どういうつもりです。私の部下だったら撃ち殺している。部下になるくらいなら死んだ方がマシだ。確かに彼の態度は目に余るけど、やり返したところで何の得にもならないでしょ。彼は酔ってた。いつものことよ。ん？はあ、クロウ、どうしてこっちに来たんだ。何週間も音沙汰なしとは認知で連絡を絶やすな。俺はあんたの工作員じゃないぞ、ジミー。将軍です。はいはい。俺はオズピンの依頼で敵の情報を探ってただけだ。敵はここにいる。分かってる。ああ、分かってんのか。ったく、そりゃあんたらのために命がけで探りを入れてた甲斐があるってもんだ。苦労。連絡ってのは互いにするのが筋だろ。ほら見えるか、ボタンがあるよな、送信って。あなたが敵の手に落ちたとする根拠があった。お前が邪魔だって根拠なら十分あるが。真面目に、俺誰が呼んだんだ。主に先に戻れ、後で話そう。ですが将軍、ウィンター、下がれ。イエスさ。続けろ。今回の侵入者は単なる兵隊とは違う。オータムがあんな風になったのはそいつらのせいだ。え？世間がどう思ってようと、俺たちはただの教師でも将軍でも学長でもない。この場にいる俺たちと別のアカデミーの指導者たち、その全員で邪悪な存在から世界を守ってる。誰にも知られずに。だからこそ密室で会合を行い、目立たぬよう行動する。教えてくれジェームズ。ベイルに軍隊を引き連れてきて分別ある行動と言えるのか。気にも留めなかったか。分別は通用しなかった。私が来たのはこれが必要だったからだ。あんたはオズピンの指示で動いてる。違うか。彼があんたを引き入れたのは目前に迫る真の戦いに気づかせるためだ。感謝している。そうか、感謝の表し方が随分変わってんな。ベールの人々には守護者が必要だった。行動力のある者が。見上げた空に我が軍がいれば安心だろう。なおかつ敵を牽制できる。全くあんなしょぼい軍隊で相手がビビるか。俺はあの女が作り上げてきたものをこの目で見てきた。まさに恐怖だ。そして恐怖がグリムを呼び寄せる。ガーディアンは安らぎの象徴だ。しかし軍隊は対立の象徴。不穏な空気が漂い始めてる。人々は内心こう思っているはずだ。この程度の軍隊しかいないのに敵にどう立ち向かうんだと。それでは他にどんな策がある。我々のガーディアンを探すんだ。確かなの？ボサボサ頭にサイズの使い手、俺の親父並みの酒臭さ、あいつだ。どうすんの？最後までやり通すまでよ。こちらの正体はバレてない。心配するまでもないわ。それに最大の問題はとっくに片付いてる。賢い友人に感謝ね。ああ、そういえばほら、新しいアクセスポイントができた。いい場所？戦略的に。部屋に戻って、これから明日に備える。わかりました。了解。観客を大いに喜ばせなくちゃ。さあ、すべての抽選が終わったようです。お集まりの皆様、ダブルスの組み合わせが決定